石巻漁港は宮城県石巻市魚町にある特定第三種漁港である。また、水揚げ量、水揚げ高ともに日本有数の漁港である。1974年の開港以前は旧北上川川口に漁港設備があった。このため、原港はそれと区別するため石巻新漁港と称される場合がある。水揚げ岸壁の長さは日本一を 魚市場は世界一の長さを誇り、世界一長い魚市場として2021年9月にギネス世界記録に登録された。1984年撮影の石巻港と石巻市中心部周辺の空中写真。画像右下部の港湾施設が石巻漁港である。旧北上川を挟んで西側にある大規模な掘り込み式港湾は石巻港である。 1984年撮影の21枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。石巻が港として利用され始めたのは、江戸時代以降で、王子の石巻は北上川の河口は別にあり、隣村である稲井から流れる間の川の河口に過ぎなかった。1623年。 伊達政宗は、海陸洋商の地となるべき、石巻の地勢を見抜き、河村孫兵衛に命じて、新華道を開作し北た上川本流を導入してから、水運の便は一時に開け、仙台藩はもとより、北上川上流に位置する、南部藩領から江戸に至る交通、物資集散の地として、あるいは文化導入の関門として繁栄するようになり、三十五端の、帆を巻き上げて、行くよ仙台。 石巻と謳われ150トンもの戦国船が続々と入港し、徳川惑星十六代港の一つとして、港石巻の名をなすに至った。その後、1887年になって、東北本線の開通により一時衰退の時期もあった。ものの、市民の尽力が明治末期から大正、昭和にかけてきた上川の改修、川口の春節、 雪岩施設の整備事業となって現れたことでこれを打開500トン級の貨物船も自由に入れるようになった。また、世界3、大魚場の一つと言われる、金貨山沖の魚場資源を生かす、石巻が持つ、立地的特性も、相まって、水産業が大いに進行し、漁獲物の流通や、水産加工業の拠点となって、これに関連する企業が起こり、商工業も、また、 富に活発となり、現在の発展を見るに至っている。石巻漁港は、1950年に地方港湾に指定され、1951年から漁港集築事業により整備が進められ、旧北上川川口の左右の海岸を、魚市場として利用してきたが、上流からの流下土砂と漁船の大型化に伴い、航路及び、白地の推進が確保できない状況となったため、 1963年の第三次漁港整備長期計画から現在の位置に新漁港の建設を始めた。1967年には出入国港に、1973年には特定第三種漁港となり、翌年の1974年に市場の開設とともに共用を開始している。東北地方太平洋沖地震に伴う東日本大震災により、 甚大な被害を受けたが2012年から第三次、漁港漁場整備計画に基づき復旧工事を行い、順次供用開始している。市場についても、2011年7月には仮設テントでの水揚げを再開し、高度衛生管理型施設として復旧整備を行った。2014年8月に一部供用開始し、2015年9月から全旨供用開始している。 ありがとうございます。